ファッションテーブルにようこそおいでいただきます。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はジャカルタコミュニケーションクラブからいつもの会議ですが、ことそれからヴィラ先生が参加してくれてます。ヴィラ先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ヴィラ先生なんかビデオには動きませんね。大丈夫ですかね。はい、それでは今日のトピックはですか。今日のトピックはね、ルーマーニャテンパットティンガルはマウニャトラディシアタウモデルンって、まあこれどっちかというとディスカッションテーブルというかヤンスかねヤマナーって感じですがね、まずじゃあ皆さんに聞きます。皆さんが今住んでいるのはどういうところですか。日本語勉強しましょうか。最初に皆さん日本語勉強しますよ。はい、ではまず木下さんは多分一戸建てだですね。そうですね、はい、一戸建て、はい、これは一戸建てというのはルマ住んでる、ルマ、はい、マグなんですね。それから、はい、いいですか。ちょっとこれからいきましょう。学生は下宿、下宿、これは生バグなんや、生ルマ、タピ下宿はコスですね。ビアサはあの学生たちが大きな家の中の一つの部屋を借ります。これ下宿。私も学生の時下宿をしていました。1階は大家さん。大家さんというのはイブコス、バパコス、クルワルガコスですね。はい、1階は大家さんが住んでいました。大家さんが住んでいます。で、2階は4つ部屋がありました。4つ部屋があって、それぞれ学生や会社員が住んでいました。いいですね。はい。これ下宿。それからアパート。これはですね、一番問題です。インドネシア人はアパートと聞くとアパートメントと思いますね。はい。でも日本人にとってアパートというのは武漢アパートメントやん。ディースビルマンケ、ディマナマナケイピアン、あの高い建物でチャンキチャンキがありますね。これではありません。日本のアパートというのは、なんとなくインドネシアあまり見ないなと思うんですが、2階建てで、バグナンニャー、マハセデルハナ。で、大体8部屋、1階に4部屋、2階に4部屋。で、1つの部屋はサトカマールとかドゥアカマールとか。で、まあ、チョコポセデルの花です。これアパートと言います。インドネシアはあまり見ないです、先生。あまり見ないというパターンはね。で、これは何というのか、コスなのかな、どうなのかなって今も分かりません。これ何ですかね。日本のアパート知ってる人。インドネシア人って日本のアパート知ってる人。はい、ジュリエットさん。ジュリエットさん、日本のアパートってインドネシアでは何ですかね。インドネシア語。多分コントラクトみたいな。うん、ああ、ルアンコントラクト。ルアンコントラクトね。ああ、ルアンコントラクトですね。はい。そんな感じだそうです。はい。では次いきますね。で、アパート。それから、まあ、寮。寮は何ですかね、寮は。サマ。あ、サマ。そうそうそう。はい。寮。寮と読みます。で、あの、アスラマ、マーハシスワは何と言いますか、学生の寮。はい、学生の寮じゃ、学のはいらない。学生寮。学生寮。はい。それから社員寮。はい。これ何ですか？社員寮。社員寮。社員寮。アパルティニア。社員は何ですか？社員は。会社員のことですね。社員です。はい。そしてもう一ついきますよ。これがマンション。これがインドネシア語の何ですか？アパートメント。マンションというのがインドネシアのアパートメントです。ね。はい。それでは聞きます。皆さん、今、何に住んでいますか？どんなところに住んでいますか？木下さん。ルマサジャ、ルマ。ルマサジャ、一戸建てですね。ハマジさん。一戸建てです。一戸建てです。はい。ヴィラ先生。一戸建てです。一戸建てです。レイチェルさん。はい。レイチェルさん。
いいです。インドネシア語でも大丈夫ですよ。インドネシア語でも日本語でも OK です。はい、あ、ルマサヤ。ルマサヤですね。はい。日月屋さん。はい、私もイクラテです。イクラテです。はい、OK。ミカさん。私。ミルカさん、ミルカさん。はい、はい、はい。あ、はい。私の家です。あ、私の家です。はい、いいですよ。アニさん。イクラテ。イクラテですね。はい、ピピンさん。下宿です。下宿ですね。はい、はやさん。だって。はやさん、一戸建て。はい、アウディさん。はい、アウディさん。アウディさん、マイクが聞こえませんね。ジュリエットさん。アパート。アパートです。はい、イルハムさん。一戸建てです。一戸建てですね。はい、ファミさん。ファミさんでも。私の家です。私の家ですね。アクマルさん。一戸建て。一戸建てです。はい、一戸建てですね。一戸建てっていうのはもう一つ言葉があって、一軒家とも言いますね。はい、一軒家とも言いますね。はい、ですね。で、まあ今日のトピックは、伝統家屋がいいですか、近代家屋がいいですか、ルマトラルシアタムモデルンというのは、まあちょっと今日はフォックス一軒家、ね、一軒家を考えましょう。うちを考えましょう。で、どんなうちがあなたは好きですか、またはおすすめですか。マウニャ、トラデシー、アタモデルン、アタスカニャ、アタハルス。オランハルスティンガルに、ちょっとそれは強すぎですが、そんな話を少しずつ話をしていきましょう。まず、じゃ続いて皆さんいきます。伝統家屋。伝統家屋というのは、どんなイメージがありますか。伝統家屋。ルマートラデシーってイメージがすごいでやっぱ。アンカッタンガンドル、アンカッタンガンドル。伝統家屋はイメージはどんなイメージですか。はい、アニ先生どうぞ。アニさん。大きい家ですね。大きい家ですね。はい、はい、庭が広いです。庭が広いです。大きくて庭が広い家ですね。そしてピピンさん。ピピンさん。実は、木造で。あ、木造ね。古民家みたいな。日本だったら古民家。ピピンさんはすごい言葉をいっぱいしてますね。はい。いいですか。木造。木造っていうのはブアタンカユですね。はい。それから、古民家。これはすごい言葉を知ってる。はい。古民家。古民家、じゃあ日本人の方に説明していただきましょうか。木下さん、古民家って、どうでしょう。インドネシア語日本語で説明するのも難しいな。そうですね。非常に私も今ぐるぐる回ってます。どう説明しようか。何でもいいですよ。どうぞ。ちょっと一生懸命3人がかりで。少なくとも多分50年以上前の家で、戦前からの家かな。というか、まあ100年以上前ぐらいのスタイルかもしれませんね。もちろん木造で、はい、それで家は全て畳か、の床、フローリングは床。うん、で、それから襖とか、あとは障子とか紙で、仕切られて、はい、それから、まあ、トイレは当然和式で、和式で、はい、お風呂は五右衛門風呂ですごいですねすごいのがいっぱい出てきましたね、はい、いやいや、イメージですよそうですね、じゃあちょっと浜地さんに伺いましょうか。はい、浜地さん、はい、なんか全然イメージ的には大きな梁があって、いろりがあってっていう感じです、はい、あとは、はい、さんが全部もう どんどん難しい言葉がどんどん出てきましたけれども、まあ、ちょっとまとめてみますと、だいたいキラキラスラトスタウンやラルーとかリマプルタウンやリマプルタウンやラルーはすらちょっとモデルになってきますね、うん、キラキラスラトスタウンやラルークモキナスブルームイトプラン戦争作られた木でできたシンプルな日本のジャパニーズスタイルの家ですね。で、自然のものばかりです。使われているのが、イトバハニアスモワイトバハンアラミですね。紙、木、そんなものですね。それからまあ普通はドアはこれじゃないです。ボカンユニア。こんな感じ。ですよね。こんな感じです。で、それからまあ、さっきおっしゃったそのいろりというのは、いろりというのはアピのところ、食べ、なんだっけ、コンポール、コンポールに
鍋を置いて、パンチを置いて、パンチ節を置いて、すすすす、こんな感じ、すすす、そうです。これ、あのストーブですね。なんか、ジャパニーズストーブヤンドゥル、ジャマンドゥル、な感じがあって、それからクリアタンアタップとかね、アタップの中にアダヤンカユヤンベソーとか、そんな感じが。ルパティドゥルにはスモアには布団や。あ、そうですね。もちろん、ベッドはありませんね。で、これを昔、あの昔はなんか、あの民家というふうに言っていたんですが、ドゥルーパギラには民家、ね、田舎にあって古い雰囲気の家を民家と言ってたんですが、最近は古民家と言って古いことをちょっと強調する、ちょっとムノジョル感、アンティークな感じだから、うん、なんか古民家っていうとちょっとかっこいいの、なんとなくね。古民家カフェっていうのは何でしょう、古民家カフェは何でしょう、皆さん、あの説明できる人、古民家カフェ誰が説明しますか、間違ってても大丈夫、古民家カフェって何、言う、あよ、あよ、はい、ビラ先生、古民家カフェ、何ですか。はい、はい、昔の、あ、はい、あの古民家だったうちから、まあ、今、カフェに、作ります。はい、そうです。ピンポン、はい。昔その古いね、田舎の風の家だったものを今カフェとして使っています。そのぐらい古い日本のトラディショナルなこのデザインがかっこいいって思う人たちがいるわけですね。でそこで戻っていきます。今日のお話、伝統家屋、伝統家屋というのはやっぱ昔のちょっとアンティークな感じで古いパターンですね、古い形がいい、またはじゃあ聞きますよ、近代家屋、近代家屋というのはルマ、ガヤ、モデルン、例えばどんな感じ、例えばどんな感じでしょう、どうぞ、皆さんが思っている近代家屋でいいでしょう、どんな感じ、今考えてる、考えてる、一生懸命、はい、誰か言いませんか、近代家屋、はい、ビラ先生言ってみましょうか、はい、近代家屋はどんな感じ。そうですね、私のイメージは、たくさんガラスを使っているうちです。たくさんガラスを使っている、うん、すごいですね、うん、たくさんガラスを使っている、それから、うん、そして、うん、デザインはちょっとシンプルな、あ、デザインはアルバムスタイル、あ、なるほどね、はい、他にありますか、近代家屋、日本人の方でもいいですよ、浜地さん、木下さん、なんとなく近代家屋、浜地さんと木下さんのお家は近代デザインですか、それとも伝統デザインですか、お家は。モデルン、トラディシー。ああ、モンキーチャンプルかな。チャンプルですか、チャンプルや。畳の部屋もあるし、みたいな感じですか。ん、畳の部屋もあるし、みたいな感じ。畳の部屋は一つ必ずありますね。設けるとか。ありますね。うん、それから玄関は必ず靴を脱いで上がるとか。昔の日本のスタイルは守りながら近代的な便利さを兼ね備えているということですね。そういうことです。はい、あの多分ですね、あの近代家屋というのはルマモデルンってやっぱりまず便利であることっていうのをまず考えていると思う、うん、便利。例えばあの日本の昔の建物ってやっぱり台所とかすごく不便、うん、すごく不便ですね。お水があるところがちょっと離れていたりとか、それからトイレとお風呂が別々だったりとか、うん、でも今の近代的なデザインっていうのはお風呂とトイレはやっぱり近い方が便利でしょ。で、お風呂とトイレとそれから洗濯機も近いところにあったら便利じゃない？トイレに行ってお風呂に入って脱いだ服は洗濯機ね、みたいな感じで、こういう便利さをいつも考えてる。だからとてもシンプルに便利にできている、そんな感じがやっぱり近代家屋。はい、浜地さんどうぞ、手を挙げられましたね。あや、スダン、バングンカン、ルマサヤ。おお、はいはい。クリハタニャ、和モダンです。クリハタニャ、和モダン。うんと、和風。うん。タピ、ダラム、ルマ。うん、便利です。便利ですね。そう、やっぱりちょっと便利なところはモダンだなというふうに思いますよね。はい、浜地さん、いいですね。おめでとうございます。それはそれは。何月にできますか？出来上がりますか？来年の2月の予定です。あ、まだでも遅れてます。遅れてます。あ、そっか。COVID ね。あの、ガラガラ、コロナ。コロナね、わかりました。じゃあちょっと今、日本の話、あ、どうぞ、浜田さん、どうぞ。
平屋が希望で、ずっと平屋に住みたくて。はい、平屋は、はい、平屋、はい、はい、平屋というのはこれです、はい、平屋説明しましょう、浜地さん、インドネシア人の皆さんに。平屋はランタイサトサジャ。はい、そうです。はい、で平屋の反対は2階建って、反対というかね、出てこない、はい、建て、はい、これ平屋はランタイサトサジャで、2階建てはブルランタイドゥア。カルビリトランタイニアダティガアパヤビチャラニア。どうぞ、ジャバジャバジャブサジャシャパサジャ。ブル3階建て。3階建て、そうです、3階建てです、3階建て。カロイウンパ?4階建て。4階建て、カロイに?5階建て。5階建て。はい、先生は今アパートですが、あ、ランタイドゥアプルスンビなんです。先生のアパートは何階建て?29階建て。29階29階建てあります。いえいえ、31階建ての29階に住んでいますね。はい、okay。では、今、日本の建物について話をしました。では、先生はここから聞きます。インドネシア人の皆さん。インドネシアのトラディショナルな建物はどういうものですか？インドネシア語でも日本語でもいいですよ。バーサインドネシア、バーサジュパンティダパパ、シラカントロンカスタウ、クパダ、ティガオランジュパンヤイニ。インドネシアのルマートラディシは、シリハスヤスポルテアパ、どうぞ、アカタガン。はいよ。はいよ。はいよ。いや、ハーディールイトディスカッションテーブルタピティダイコタディスクシリ。はいよ、ティダダダダティダ。はい、オッケーオッケー、ジュリエットさん。ジュリエットさん。はい。多分日本と同じぐらいで木造で、しかしインドネシアはいろいろ民族があって、うん、特徴のインドネシア伝統建物の説明はだから難しいと思いますで、ね、地方で民族によっては違いますので、形と、うん、のモデルとか、うん、あの材料とか違いますので、うん、例えばね、例えばじゃあジュリエットさんは一番好きな民族建築というか民族家屋はどこの建物ですか？まあ、最近はよくあの東の方を旅行行ったんですけど、うん、向こうは多分日本 の、 あの川越湖あのみたいで、あの葉っぱ名前忘れたんですけど、あの本来みたいな、あの、うん、あの何でしたっけ、ルンビアとかのヤシみたいな葉っぱ の、 あの屋根で、白川郷は何でしたっけ、あのあたいあ屋根では、かやぶき、かやぶきですね、そういうみたいな、あー、そんなのもあるんですね。家の中はあの日本先おっしゃったみたいで、あの真ん中で、うん、あの緑があって台所みたいあって、このみんな中で料理しますので、ただ多分良くないのは窓とかないんですが、ただドアだけ小さいんで、だから多分あの風通し良くないかもしれない。ああ、そうですね。あのうちまいてさとピントさじゃつくてぶぎと風通しがね、暗気ねってます。うん。で多分日本だったらやっぱり明かりが入ってこないのは悲しいですね。すはい、多分向こう寒いとこ山の方で囲まれてるんですが、うん、多分。なるほどね。はい、で、そうですか。他にあのトラディシ、ルマートラディシのイメージは何ですか？ルマートラディシのイメージ、はい、アンカタンガンシアパピサジャン、はい、やばい、はい、どうぞ、日月屋さん、日月屋さん、はい、トラディショナルの家はちょっと古くて、うん、バハンはまだ貝ね、今のルマはベトン使いますね。ルマ、トラディショナルは貝です。ああ、そうですか。あの、日本ではね、よく言われるのが、日本って春夏秋冬、季節があるでしょ、はい、季節がありますね。だから、昔の家はちょっと寒かったんです、冬。そうです、木造のね、古い、もう古民家なんかね、もう本当に冬は寒い。で、今は近代建築になって、窓もしっかり閉まるし、それからあの壁もきっちり作って、しっかり作っているので、あまり寒くはない。だから季節を考えなきゃいけない、日本は。インドネシア、あまり1年の中で、この季節は春過ぎに、虫もいいに春過ぎにって、あんまり違いがないですよね。
あまり違いがないですよね。だから一つあまりないですね。そうですか。じゃあ続いてきます。それでは、はい。はい、ジュリエットさんからさっき説明したのは NTT ので、NTT って NTT って東のサッカーだ。すみません、突然先生、日本を思い出してしまいました。NTT ね、懐かしいなと思って。NTT ドコモではない。すみません、そうですかね。で、じゃあ、皆さんに聞きますよ。皆さんに聞きます。まあ、皆さんは、一軒家一戸建てとか、それから下宿の人もいますね。で、アパートの人もいますが、皆さんは、これから住むとしたら、もし一軒家に住むとしたらですね、ルマに住むとしたら、で、もしこれから、スプリティ・イブハマジカリアムンボアトルマアヨダパトワンバニャダパトワンバニャトロスイテムンボアトボレスカスカカリアンデザインニャ。そしたら近代的な家を作りますか、あるいは民族的な家を作りますか、モデルンルマガヤモデルン、あとガヤトラディシ、これフォーティングしますよ皆さん。スダピキイイアウディさんすから、あたディバナヤアウディさん、参加プナサラン先生、アウディさん、すがりま、アウディさん、それにじゃまず、アウディさん、やんすかり。アウディさんで言わなすからん、すがる番が、そらてだ、トリスじゃ、トリス。アウディさん。みなさん、トバク、トバク、いにディマナや、プンチャクや。あ、プンチャク、プンチャク。アウディさん、ディマナ、アウディさん、ディダナソラ。プンチャク先生。プンチャクですか、プンチャク。いいですね。先生もね、実はバリに住みたいと思うし、それからプンチャクもいいなと思ったことはありますが、でももう一回、はい、いいですか、伝統家屋か近代家屋かですか。それでは皆さん、アンガッタンガンですよ、アンガッタンガン。マウティンガル伝統家屋、ルマトラディシ、ルマトラディシの人、アンガッタンガン。お、少ない。マッツ、サツ、ルーワ。ティガ、なんかトゥルパクセイルハムさん、はい、オッケー、はい、じゃあトゥルン。それではやっぱりそれはもちろんね、皆さんチャンプルもありますね、チャンプルありますが、そうそうですね、やっぱりちょっと待って、カロハルスサラサプニャですよ、なんて先生かしかばる、ちゃんあのチャンプルニャ、カロハルスピリサラサとパブレブアと近代建築モデルン、あがたんが、はい、モデル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 、大丈夫ですね。アンピリスモア、アンピリスモアです。はい、OK。はい、はい、からビゲット、いいですか？じゃあ聞きます。どうしてモデルンがいいですか？どうしてモデルンがいいですか？アンカタンガン、ビサムジラスカン。はい、ジュリエットサナギ、ヤンライン、ティダダ、クナパピリモデルン、クナパマポンポメロン、はい、ヤンサセキン、スグナダ、バジャバババジャバ、はい。あ、はい、オッケー、はい、わかりました。はい、アダカバルダリエトテクニシですね。あ、ビサムンジェラスか、皆さん。悪魔を置いてモデル、アパブレボートね、ハジュリエットさん、タンバニャクイタタで、アタバニャクのスナスカリン先生、はい、どうぞ。エアコンが、アウディさん、エアコンがあります。スカラン、ドラディシジュがビサパーさん、エアコン。はい、ジュリエットさん、どうぞ。はい、モダンのは、まあまあ、もちろんシンプルとモダ、便利さの考えてるんですけど、伝統の家、多分、メンテはちょっとお金かかりますので、でね、じゃあやはりモダンの方がいいと思います。あと、うん、風通しと日当たりはいいと思います。そうですね。人間の健康を考えたときに、やっぱりモデルなルマというのは、やっぱり非常に便利にできてる。それから先生も参加するときに、メンテナンス、やっぱり家の手入れ、とか修理、ちょっと書きましょうか。はい、修理にしましょうか。修理。はい。はい。家が何か壊れたとき、修理が簡単ですね。で、古い家のものというのは、やっぱりなかなか修理することができない。例えば皆さんね、例えば、ジャカルタに住んでる人、皆さん。タマンファタフィラ知ってますね、タマンファタフィラ、はい、で、はい、知っています。カフェファタビア知ってますか、カフェバタビア、カフェバタフィア分かりますね、はい、カフェバタビアってワクトゥジャマンアパシココロニアルイトヤンジャマントゥリアバクナニア、イト
プルバイキリカバリニャサンガサンガマハル。あバハニャスモアヤンジャマンドル、トゥルスカルマウスワサナニャクヒドプラギ、ハルスチャリ。Jadi makan banyak, sangat-sangat banyak. Jadi sama dengan yang seperti itu. Rumah tradisi, kalau masih tetap jaga tradisi, keluar-keluarnya banyak. Atau kadang-kadang susah, karena sudah tukarnya tidak ada. Itu hanashi ga arimasu. So desu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Dakara, hotondo minasan dekitara, kindai kenchiku ga ii. Desu ne. Ja, kindai kenchiku no naka ni mo, design ga takusan arimasu. Design.ね、日本風なデザインがいいとかね、うん、アメリカンデザインがいいとかフランスみたいなのがいいとかありますが、ちょっとここでテクニシを呼びましょう、はい、すみません、ダニエル、さっきの先生のリンクが開けられますか？はい、はい、OK ですね。じゃあ皆さんちょっとシェアしますね、頑張るを、はい、スカランマウシェア、ジャディトロンディハッ、あ先生、ダパットリンクをやん、ルマやん、ダリプルタマ、パリンアタスですか？パリアタスね。はい、じゃあ見ていきましょう。これ、アメリカンスタイル。はい、トゥルース、どうぞどうぞ、アメリカンスタイル。トゥルース、トゥルンサジャー、ダニエル。はい、アメリカンカントリーですね。それから、これが北欧スタイル。あーヨーロ、エロパウタラですかね。それから、これがエロパ、あ、これがアジアンスタイル。なんとなく懐かしい、バリにありそうですね。はい。それからバワラギ、バワラギ、これシンプルスタイル、ちょっとチャイニーズっぽいですね。で、それからこれがアフリカンスタイルだそうです。はい、トゥルース。はい、ちょっとアダ、エロッパ。エロッパ、エロッパ、ちょっとガヤ、エロッパ、こんな感じですね。わー、ちょっとマハルっぽいですね。高そう。はい、どんどん下に行きましょう。どんどん下に行きます。どんどん下に行きます。どんどん行きます。まだ行きます。まだ行きます。これはモデルン。ちょっとこれはモデルンです。イニモデルン。シンプルですよね。ちょっとシンプルです。うん、それからこれがアンティーク。エニアンティークスタイルです。はい。で、これがストップ。これがですね、ストップ、ストップ、ストップ。これがジャンクスタイルって言うんですよ。このヤンバーは、ワルナワルニ。ワルナワルニ。ドアブラス。これがジャンクスタイルって、ジャンクってガラクタ、バランバランヤンアサル。で、バランバランヤンアサル。もうハンピルサンパ。ハンピルサンパ。タピなんかムナリ。ジャディコンプルコンプル。ジャディモンジャディインテリア。というようなこともありますね。それからその下、ティガブラス、レトロと書いてありますね。アダポートティデイ。はい。こうちょっとレトロっぽい感じとかね、アンティークっぽい感じとか、いろいろあるそうです。はい。で、はい、ありがとうございました、ダニエル。なので、近代的な建物というのは、まず皆さんが今日の話の中では、ルマーモデルンってやっぱり健康のことを考えると、カルピケルイとクセハタン。また張ります。カルネジュンデラニャバニャク。トゥスピントゥニャク、ビサル、ビアル、アンギニャイナク。ジャディ、ウントクイトクセハタンサンガサンガバグス。トゥルスサトラギ、メンテナンスネレビガンパン。トゥルスティダマハルマハル。ティダスサチャリチャリ、トゥカンです。じゃあ最後に、最後に聞きますよ。さっきトラディシを選んだ方があります。ルマートラディシのいいものは何ですか？ルマートラディシのいいところ。ちょっと意見を言っていきましょう。ルマートラディシのいいところ、民族家屋のいいところは何でしょう。はい、ミルカさんどうぞ。じゃあ、ちょっとちょっと、伝、はい、伝統のいいものは私にとって、はい、換気装置、換気装置がいいと思います。換気装置がいいというのは何だろう。何だろう。換気、換気、ベンティラシー。ビラ先生、ビサ、マント。はい、アメリカさん、もう一度いいですか？インドネシア語で。インドネシア語で。フェンティラシ。フェンティラシ。おー、あ、風通しがね。これは、さっき、うん、風通しね。さっき、近代建築は風通しがっていうのは、多分近代建築はアイデア、いろいろ工夫をして風通しをわざわざ、寸ガジャよくしてますね。でも伝統家屋というのは自然な作りで風通しをしている場合が多い。だからすごく自然な風が自然に入ってくる。でもジュースルーカダンカダンテルレルコソンとかね、アダヤンボロンとかアダヤンボロンとかね、そういうことがあるかもしれないですね。ちょっと危ない感じ、はい、危ないこともありますが、でも自然な風が入ってくる。他に民族家屋、伝統家屋
いいところってなんかないですか。木下さん、なんか締められませんか。環境に優しい。環境に優しい、そうですね。あの民族家屋というのはなるべくできるだけその自然のものを使っていますから環境に優しいです、ね、あの環境に優しいって何と言えばいいですかね。皆さんどう、環境に優しいはなんて言う。ジュリエッタさん、アマンリンクガン、うん、アマンリンクガンですね、まあ、きっとあの自然のものをたくさん使っていますから。あとは最後にやっぱりあの最後にですね、やはりこのトピックを考えた JCC のスタッフがミスランというのがなんかやはり田舎を思い出せる、 自然と一緒に暮らしている感じがする、そしてなんか歴史時の流れと一緒に住んでいる感じがするというとてもポエムな、とてもなんかいいね、あのソワサナがあるあの意見があります。はい、はい、以上でございます。今日のディスカッションテーブルですね、あの皆さんは伝統家屋と近代家屋どちらが好きですかというテーマ、ルマートラディシダン、ルマモデル、ヤマナガリアンスカアタスツジュという話をしました。今日もたくさん話が出てきましたね。スナンスカリ、ビチャラバニャクスカリ、タオムドパンじゃない、ミングドパン、ミングドパンのトピックです。はい、皆さんミングドパンのトピックはいいですか、トゥンタン、レディースカん、ディダラムイトウクレタ、ディダラムクレタ、アダカニャンサトゥサトゥエルボニャン、エルボニャンウントククススワニタ、クスワニタ、バグスアバイカタティダアタチュリタチュリタアタエピソードニャ、これパスティートジュパンダインドネシア、ちょっとベダです。インドネシアジュガアダです、アダです。でね、浜地さんと木下さん、浜地さんと木下さん、来会議欠席できません。いいですか。日本人代表としてですね、日本のレディースカーのいろいろなエピソード集めておいてください。インドネシア、結構さっき先生、ちょっと JCC のスタッフとちょっと話しただけでものすごく盛り上がりました。インドネシア、結構面白いです。はい、では、来週のディスカンションテーブルのトピックは、レディースカーです。来週また会いましょう。はい、さよなら。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。